ケンタレウルスザ A はケンタウルスザに位置する電波銀河である。ジョン・ボルトンらによってケンタウルスザ A として知られていた電波源が NGC5128 と一致していることが確認された。二つの銀河が衝突している現場であり、また太陽が放出している光エネルギーの5000万倍の電波エネルギーを放出している強い電波源であることが知られている。 これまでの観測では銀河の衝突によりスターバーストが起きていることや巨大な宇宙ジェットが観測されていることなどから中心に太陽の1000万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールがあると考えられている。合計8センチメートルの望遠鏡では丸い形に中央東側から黒い切れ込みが入っているように見える。ケンタウルス座 A 赤色は電波緑色は 赤外線、青色は、X 線。ABCDEFG 藤井明。全天性運勢団ガイドブック成分動進行者1978年。ISBN4 から416278004。ABCDEF、シンバド、アストロノミカルデータベース。リザルツフォーセネトレス A2012 年5月7日、閲覧。ABCD、NASA。 IPAC エクスタリガラクティックデータベース、リザルツ l t s NGC5128、2012年5月7日、閲覧。ありがとうございます。